行くぞ父ちゃん。ああ、来いボルト。全然だけど、こうして苦しみを演じる今のお前でも何かを感じ取れるか。まだまだ俺から感じ取れるもんは言葉で表せないモヤモヤしたもんだ。それはお前にとって糧となるものだ。俺は父ちゃん四倍がここでは一度負けよう。だからこそこうしてお前と拳を交えることがなんだろうな、めちゃくちゃ嬉しく感じる。ガキの頃からいろんな奴と戦ってきた。その経験が今の俺を作った。そしてお前は俺と戦って、この経験がお前の未来を作ってくれることを信じてきてきたんじゃないか。お前は以前までのうるさい子供なんかじゃねえ。忍びなんだからな、ボルト。これで最後だ。拳を交えて分かった。父ちゃんが歩いてきた道が、父ちゃんが今まで見てきたもんを胸にしっかり刻んで、これからバッチリ前に進んでいくってばさ。見ててくれよ父ちゃん。いつの日か俺も強くなったな。